今回はですね、えー、っと、テレビとかでも最近、えー、取り上げられているメタバースについてお話していきたいと思います。ただ、メタバースとは何かっていうのは以前動画に上げてるので、今回はクラスターとかを使って実際に自分でワールドを作ってみるっていう方法をお伝えしていきたいと思います。まずはですね、えー、Google なんかでクラスターって打ってもらうと、メタバースプラットフォームのクラスターが出てきますので、こちらをクリックしてください。 で、こうこいう画面がね、バーって出てくるんですけど、えー、クリエイターズガイドの方を押していただきまして、えー、初めてのワールド作成を押してください。そうすると、いろいろとバーって出てくるんですが、自分だけの家を作ってみようっていうのが出てくるので、早速作ってみるというのがあるので、まずはですね、こちらをバーって見ていただければ分かるとは思うんですが、ちょっとね、えー、っと、基本操作を覚えようとか、まあ本当に細かく えー、ちゃんと自力でやりたいんだっていう方はここを見ていただくのが早いと思います今回は端折って、えー、とりあえずユニティに触れていただくっていうことをしたいと思いますこういうふうにですね実際に壁とかねこうやって作ってるんですけどすごいよなと思いますこういうのも、えー、サンプルプロジェクト、えー、じゃないごめんなさい、えー、クリエイターキットの導入方法っていうのを見ていただきまして サンプルプロジェクト。テンプレートワールドは、すでに完成したゲームワールドと各種アセットが入っている。で、えー、テンプレートワールドとなっているんですけども、いわゆる、えー、っと、もう出来上がったものを、ユニティさん、えー、ユニティというかクラ、えー、クラスターさんが作った出来上がったゲームワールドを、ポンってそのままワールドにアップできますよっていうようなものになっています。で、アセットっていうのが、小道具みたいなものだと思ってください。 要は、えー、椅子とか机とか、えー、家とかそういったものって一から作る必要があったりもするんですがそういう手間を省いて、えー、職人みたいな方がいるのでそういった方々が作ったアセットっていう、まあ、小道具みたいなものを使って、えー、ワールドを作れるっていうのがこのアセットっていうものになります、まあ、アイテムと言い書いてもいいかもしれないですで、こっちがですね、えー、サンプルプロジェクトの Unity p プロジェクト これが私たちがよく使っていて動画の配信なんかにも作ったり使ったりもするんですがメインスクリーンコメントボード、まあ、本当に配信向けの内容となってますよねここら辺がでワールドイベントに置くと便利なクラスター独自のアイテムプレファブが入ったサンプルプロジェクトっていう感じなんですけどもこちらをダウンロードしてくださいそしたらこれダウンロードができますのであとですねこちらの Unity Hub のセットアップの方も やっていくんですけども、えー、これでとりあえずクリエターキットがダウンロードできましたよと。でこれは、えー、と多分自分のダウンロードのところに入っていると思うので、これをまず回答していただく必要があります。で回答、この中のものを、えー、どっかに自分の分かりやすいところに入れてください。私はダウンロードのところに入ってますね。これが。はいで切ります。でえー こちらのですね、Unity Hub というものを調べていただいて、こちらをまずはダウンロードしていただかないといけないです。で、Unity Hub ですね。Unity Hub。こちらがダウンロード Unity というものがありますので、えっ、ー、と、Unity Hub をダウンロードしてください。すると、セットアップが出てくるので、ここから進めます。じゃあ、これも一旦切りますね。したら、 こういうふうにですね、Unity Hub というものが開けるようになります。ただ一番初め、ここには何もありません。えー、ここのですね、ダウンロードというものから、えー、この、えー、ダウンロードだかインストールか。インストールというやつからですね、エディターをインストールっていうのでいろいろできるんですけども、ただここだと、えー、っと、限られたものしかインストールできないんですよね。なので、えー ユニティのですね、どこだったかなこれだ、ユニティを導入する。ここのですね、ダウンロードユニティというページを開いてください。すると、ユニティを選択ダウンロード。で、チームになると、お金かかって、え、これ有料なのって思うかもしれないですけど、個人向けにすると無料です。はい。 で、えーと、パーソナルですね。で、Windows 用ダウンロード。あ、ごめんなさい、これがセットアップか。で、えー、こっちですね、ごめんなさい、えー。Unity バージョンを選択と。で、この Unity バージョンっていうものが、まあ、随時、まあ、いろんな年数でこうやって限らくくられているというか。 まあ2017年、2018年、2019年、2020年と、最新のものだと2022年の1月3日に、かな多分うん、更新されてますよ。ということなんですけども、えー、こちらの概要に書いてあるんですが、えー、対応バージョンの Unity を、えー、インストールしてねと書いてます。で対応した Unity って何っていうと、この2019年4月22日、 に更新しているということなんで、こちら、2019-422をダウンロードします。これですね、2019のグイーっと下まで行くと、422と。これしかないので、これを UnityHub でダウンロードしてください。まあ、ダウンロードするものがいろいろあるので決めれるんですけども、これ、UnityHub でダウンロードしてくださいと。 ここでダウンロードを押すと、要はこっち Unity h ハブの方に入ります。Unity h ハブって何ってことなんですけど、要はいろんなこうやってバージョンがあるじゃないですか、Unity の。そのバージョンを一個一個使い分けるのって、まあ、デスクトップとかにアイコンがババババって出ちゃうのってすごくめんどくさいよねっていうので、このハブっていうもので一括りに管理できるようになってます。で、えー、これが入りましたよと。で、えー、できればなんですけども、 モジュールは、こうやって選べるんですよ。何をダウンロードしますかっていうことなんですけども、Android ビルドサポート、スマホとかの Android ですよね。で、iOS、Linux、Mac、で、下の方に行くと、言語バック、言語パックっていうのがあるので、これ日本語をインストールしてください。そうすると使いやすくなります。他にも多分、 クロート向けのやり方はあると思うんですが、まずはユニティに慣れていただくことが、触れていただくことが、えー、今回の目的となってますので、簡単に説明しています。で、えー、プロジェクト。で、これ、開くっていうのがあるので、これ開いていただきまして、さっきの、えー、クラスター,、えー、キットサンプルマスターですね。これ、えー、さっき回答したものですね。これを開いてください。そうすると、これが開けるようになります。 で私はもう一回開いてるので、開くとこんな画面になりますよということなので、まずはこの段階まで来ていただければ、一旦はユニティを触れますので、で、これは、えー、っと、海外の方が作ったアセットを使って、えー、っと、作られているものですね。これからこれをちょっと撮影用につく使っていくんですが、えー、こういうふうにですね、 これ私、えー、実際ですね、ほとんど何も触ってません。こうやってもう出来上がったものも実際に存在してます。で、ここから先のことに関してはまたちょっと別動画で撮れたらなと思ってますので、一旦ここまでとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。